はい、こんばんは。5月25日金曜日夜9時もありました。リピートタイムです。パーソナリティのアイゼンです。はい、アシスタントのジェニコです。はい、よかった、今度はちゃんと声が入ってるぞ、うん、はい、これテイク2ですからねテイク2ね、はい、何でもぶっちゃけますからね。はい、はい、さっき姉さんのマイク入れるの忘れて、なんか恋にやられたような気がしてならないんですけどもねはい、なんか今ちょっとボリュームでいけえな姉さんオッケー、はいはい、それは元気な証拠ですよ、はい、もう何も病気持ってませんからね。そうね、持ってたからね、はい、感知しましたからね、きっとね、うん、はい、でも今日はですね、はい、素敵なゲストさんがたくさんですよ。はい、初ですよ。もうね、結構吸い取ってるんですよ、いろいろ。いろいろね、うん、頑張ってね、うん、はい、ダブルスコア、トリプルスコアだもんね。だから、さっきちょっと年を聞いて、いや、びっくりだよね。うん、うんうん、はい、そうですよ、うん、まるでね、娘のような人たちがたくさんいるから、うん、あ、多分肌つやもよ、あ、孫、そろそろ孫かまあまあまあ、そんなこと言ってると時間なくなるんでですね、はい、あ、はい、あ、すいません、すいません、非常に今日は、はい、ね、松フェスの前夜祭スペシャルみたいな感じなんですけど、はい、ちょっと独り言言わせていただいてもいいですかね。じゃあいいよ、5分くらい、はい、5月の26日夜の8時ぐらいから北仙台のペニーレーンで昭和のアニソンバンドタイムマシンが久々のワンマンをやるので、2ステージぐらい、多分2500円ぐらいでやるので、松島に行けなかった人はそっちに来てください。はい、はい、あ、でも時間かぶってねえからな、頑張れば大丈夫だ。あ、そうなんだ。はしごしてください。前夜祭と言いつつ昼間に終わるからね。あ、そっか。じゃあ松島に行った帰りに北仙台のペニーレーンに、まあまあ、そう、来てください。松島行って北仙台行って、次の日また松島行けばいいんじゃないか。はい、はい、ね、はい、っていう無茶ぶりをしつつ、はい、はい、そんなわけでですね、まさかの、ギリギリに松フェス会がもう一回ですよ。はい、新田さんね、と、達也さん出てもらった時に冗談のように、ギリギリねじ込むかもって言ってたのが、本当に、うんうん、はい、実現しちゃいましたね。はい、しかも、まあ、後でね、ゆっくりね。はい、ということで、まずはですね、はい、その素敵な方たちを連れてきてくれたですね、ボスがいるんでしょうか。そうですね、こちらのウハウハな方を紹介先にしたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。北直人さんです。はい、どうも、こんにちは。こんばんは。すごい拍手が。はい。拍手が。久しぶりです。いやー、そう、1ヶ月ぶり、1ヶ月前ぐらい、写真家として、はい。はい、来て写真家として、はい。そうですね。まあまあ、本業ですけど。そうそう。いろんなね、いろいろ変化しに来ますからね、俺。はい、実は松フェスでね、実行委員を、はい、はい、やっておりまして、はい、はい、いやー、今日はね、北さん、なんかいろんな素敵な方たちを連れてきてくれたんでしょ。そうですね、素敵な、はい、を連れてきましたね、はい、楽しみに、はい、してほしいなと思いますよ。はい、はい、じゃあそういうわけで、じゃあ姉さん、いつもお願いします。はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、地下鉄高等大公園駅から徒歩3分、ロックオンミュージックスクール一番教室もプレオープン中だよの提供でお送りします。あ、増えた、文言増えたちょっと増えた、増えた、ちょっと増えた、よしはい、では CM 挟んで楽しい本編いきます。では一旦 CM です。Remember sound, Tencho, Tencho. Hi. Great, 9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。Oh, 見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、というわけで、
はい。いやー、今日はね、賑やかですよね。賑やかです。はい。ね、北さん、どんな、はい、おー、なんかすでに、もうね、もう。動きが賑やか。これね、ほんと、ラジオでお見せできないのが非常に残念ですね。はい、動いております。動いております。ぜひ、リスナーの皆様、イメージ、ね、空想力を、たくましく使っていただいてですね、うんうん、はい、聞いていただけたらと思いますけど、はい、じゃあ、そんな素敵なゲストさん、北さんの方から紹介してもらおうかな。はい、では松島高校観光課からチームが来ております。おなんと松島パークフェスティバルの高校生実行委員チームなんですけどね。でのフレッシュ M ファクトリーの皆さんです。イエイイエイ。これアイドルユニットみたいですね。いや本当に声出してどうも。はい、じゃあお一人ずつご紹介の方お願いしてよろしいでしょうかね。譲り合ってますよこれ。はい、じゃあどうぞ、はい、どうぞ。ボスえボスですボスです。はい、自己紹介。はい、お願いします。あ、自由に。はい、はい、こんにちは。松島高校観光課の相澤です。はい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 、はい、これ私出るって言っていいんですか？いいよいいよ、全然いいよ。フレッシュ M ファクトリーの名前を考えたのかな、協力して考えました。高校生ステージにも出演します、小野崎です。はいはい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。夜だけど。こんにちは。こんばんは。うさみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うさみ。そして。はい。高校生ステージなのに、大学生がちょっと紛れてます。松島高校観光科の卒業生で、現在は石巻専修大学の方に通ってます。みなと呼んでください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、そうだったんだ。私、本当に打ち合わせをしてないので。そうだったのね。はい、大学生です。はい。卒業生もね、チームに入って、強力な、フレッシュ M ファクトリーというチームがやってまいりました。フレッシュ M ファクトリー。はい、まあ、そうね、はい、そうですね。はい。いや、だからこのチーム名もね、最近決まったんですね。そうですね、最近。去年はね、決めずに。はい。ね、で、じゃあちょっと水を言って、水から、じゃあちょっと紹介をお願いします。発案者ゴー！チーム名の紹介を、意味合いとか。由来、お願いします。去年は、なんか、いろんなやつが出て、本当に決まらなかったんですけど、やっと、今年ね決まったんでね。でなんかその単語を言ってって、高校生だしフレッシュな感じってことでフレッシュっていうのを入れて、M っていうのはそのなんで言葉にしなかったかっていうと、そのいろんな意味を考えてほしくて、はいはい、ミュージックだったり松島だったり何でも考えてほしくて M にして、ファクトリーはその作る側なので、その会場を作るとか、みんなの笑顔とか笑い声を作ったりとかしたいなっていうことで、そのフレッシュ M バックファクトリーっていう風にしました。素晴らしいですね、はい、考えてるね、このね名前一つ考えるのも、どうしますか、コテビル隊変態視点とかやってるあなた。そうですよね。安易すぎますよね、これ。安易でもないけどね。複雑すぎるコテビル隊も。いろいろでもほら、でもね、スパッと決まる。その、M とかでね、意味がいくつもっていう、そういうのって、そうだから去年があったから今年そうやって素敵な名前に決まったんじゃないかなと思ってね。そうですね。そうね、2年目なんですよ、このチームはね。今年2年目なので。で、どこに行けばフレッシュ M ファクトリーの皆さんに会えるんでしょうか？あ、はい。ボス、どこで？どこだろう。パークフェスに決まってるじゃないですか。そうですね。そうです。はい。はい。パークフェスのどの辺に行けば会えるんでしょうか？そうですね。地図がないとあれですが、皆さん地図を思い浮かべてください。はい、ホームページからも見れますよ。パークフェスティバルのホームページでございますのでね。そうですね。松フェスの地図を見ていただける方は、F1 と F2、普通に松島を思い浮かべられる方は観覧亭の下のあたりにいます。はい、私たちは。下のあたり。はい。はい。ステージですね。はい。スクールステージ。バナーもありますね。はい、
そっか、で、あれだよね、あの松フェスのあさって、あの松島に到着したらほら、なんだっけ、誰もらえるって あれとかこれとか、あれとかこれとか、ほら、おばさんがパンフレットね、多分 あれもらえるパンフレットでしょ、あ、それで F1 そう、とステージ F2、 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 2はにひらがな、な、日本語だね、え、F 数字ですな、あ、A 数字です F2 じゃない、F2 ですか、で F のつくとこに行けば、あの、まあ、地図的には F ステージに1212って書いてあります、はい、はいはい、じゃあ松島に行って、あの、あれもらったあれに、はい、の F のとこに行けば、はい、会えるという、でも、ね、多分地図見なくても松島着いたらフレッシュ感を探すともうすぐ見つかると思う、はい、匂いとか、あー、探知機、はい、探知機、感じてください、そういうオーラが出てます、はい、感じてやってきたらもう、じゃあその勘でたどり着いた人がいたら申告してくれたら、うん、握手とかしてもらえちゃったりします、あ、おお、うん、もうすぐうなずいてる、勘でたどり着きましたって、写真も、写真も、あ、握手までですよ、これね、あ、北さんがね、北さんがちゃんとついてる、ね、すんげえおっかないプロデューサー付きの、ね、あ、握手までね、あの、ハグはちょっとね、握手会をハグはちょっとね、できません、ね、プロデューサーお願いします、うん、お願いします、ね、はい、まあ、アベミナはいいかな、ちょっと待ってください、みんなは OK だ大学生なんで、あ、うん、大丈夫ですねちょっと大人なんでねいやいやいや、そんなそんな素敵な皆さんですけど、実際はチームもっとたくさんいるんだもんね、はい、そうですね、これからもっと増える予定です、何人ぐらいになるんでしょう、去年何人だったっけな、去年は10人も、このステージを作るメンバーは10人もいなかったはずです、そうなんだ、うん、今年は結構増えて20人もすごい増え方ですね、いいですね、あのステージが2個あるので、うんうん、1個のステージで去年10人だったもんね、そうです、だから20人になるといいなーっていう夢を見てます、そしたら来年はステージが3つになって30人ってことですね、なるほどね大変な情報が、うん、大変な情報がちょっとね、すぐ実行委員長に掛け合わせてお願いします、ラジオ聞いてびっくりすると思う来年3つになるんですかみたいないや、でもいいよね、そんなあのフレッシュ密度が上がるからね、フェスティバルのね、うん、それはすごくいいですね、うん、っていうかそっち行きたいな、私も、あ、じゃあ来年は、うん、制服着ていいっすか、うん、いや、年齢詐称で、そうっすね、あの、いろんな意味で追い出されます、まあ、結構ね、危険な空気がすごいです、あ、でもあれじゃない、これ定時制とかだったら帰れんじゃん、姉さん入れるのかな、あー、どうなの、ここに入ろうとしてんの、ね、この際、この際コスプレとかじゃなくて、コスプレじゃなくてこの際本物に、本物、いやさ、うん、文句言われた時に、そうそうそう、って学生証ありますけど、ちゃんと JK ですからって、うん、ジェニコの JK じゃなくてそうだからそうなの、そうなの、あのね、持ちネタでしょそれ、姉さん、本当にそうだから、今回ね、あの、この番組であの女子高生のゲストさん初めてなんですよ、実はもう8年ぐらいやってる番組、女子大生は、女子大生はいった、あ、女子、あ、でも本当に、あ、いるね、少し、少し、少しです、そう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 、本当ちょっとで、それで、いやいや、ついに初 JK だって言ったら、いや、この赤いおばさんが、うん、今赤くないけど、私も JK だって言うわけよ何言うんだけど、ジェニコだから JK だとバカなわけよだからね、この満面の笑みを浮かけてもリスナーの皆様には分かんないんだよそういや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 ね、はい、はい、そんなわけですけどもね、あの、本物の女子高生の皆様ですけども、はい、はい、いやー、そうやってだから、すごいね、あの、こうやってパークフェスティバル、松島パークフェスティバルをこうやって実際裏から作ってくれてる皆さんもなわけですよね、うん、そうですね、今何を制作してるかとかちょっと聞いてみましょうか、はい、いいですかね、うんうん、はい、じゃあ、はい、担当それぞれ違うんだっけ、これ、あ、じゃあうさぎから、じゃあ、うさぎちゃんからちょっと、うさぎちゃんから、うさぎちゃん何やってるの、はい、作ってるの、私は募金箱担当と魚のペナントっていうなんか作ってるんですけど、その担当をしています、はい、はい、あのステージのあれ、うん、イメージは言っていいんですかね、言っていいよ、なんだろう、海かな、海、海、うん、1個とニューステージ、新しくできたステージは海とか水族館とか、水族館とかつ、ね、イメージですかね、うん、はい、うん、なるほどね、うん、それは1ですか2ですか、2、え、どっちですかね、まあ、どっちも
本当当日来てみないとわからないですね。そうですね。当日見てほしい。はい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 。魚のペナントをね作ってるんだね。はい。なるほど。いいですね。とあと募金箱もオリジナルのを作ってると。うんはい、それは高校生ステージでしか。いやあの募金箱は、うん全ステージにあの置いてあるやつを、今回そう町島高校のそうフレッシュエンファクトリーと町島中学校の美術部にお願いしたんですよ。あ、そうなんだ。それで分配してね作ってもらってるので皆さん募金箱も、ねはい、見てそうですね、はい、責任持ってお預かりします。お願いします。中身はお預かりすんなよ。お預かりして持ち帰りはしませんけどもね。はい、ちゃんとちゃんとあのなんか持ち場的なところでうん、ちゃんといっぱい入れてもらえるように頑張ります。お願いします。ありがとうございます。いやでもこういう手作りのね、はい、なかなかなくないですかね。そうですね、なんか この関わりはいいなと思っていますね、うん、なんか去年ができなかったこととかまた今年できたりもしてるだろうし、うん、パワーアップしていくんじゃないかなと思ってね楽しみにしておりますし、うん、でみずほは何担当してるの。あ、私はあのステージの顔ともいえるバナーを、バナーって言ってわかりますかね、はい、でっかいあの布の看板のようなもんですね。そうですね、あの、うん、そのなんだっけバンドが演奏するじゃないですか、そのバンドの後ろ側に貼るんですか。あ、そんな、はいはいはい、うん、理解できました、大丈夫です。はい、うん、それを今作成しています。はい、去年もちょっと手伝いまして、はい、そう今年ね2ステージが増え1ステージ増えたんで、はい、またバナーを1つ増やして、うん、新しく書いてもらうってことですね。結構なサイズだよね。そうですね、最初下書きあれなんですけどあのノートのやつに書いて、うんうん、これぐらいなんかすごいちっちゃい大きさを何メートルですか。あれ5メートル、横幅5メートル。うわ、5メートルぐらいのやつに5メートル1メートル巨大化して書かなきゃないので本当に手書きなんだ。あ、下書きは手書きですね。で、今日やっと大体終わってあと塗って色塗りしてですね。はい、はい、そう去年とまた違って、はい、また可愛らしくなって可愛らしいというか、まあなんかね去年と違う味が出てて良さそうでした、うんうん、楽しみです、はい、うん、はい。なるほどね、いろいろ、やってる。あと他は他あと、はい、真中は何担当。はい、私はですね去年来ていただいた方は分かるかと思うのですが、竹を主に使ったステージのリメイクとあとなんだメッセージボードとかタイムスケジュールの作成を2つのステージ分作っています。頭脳労働ですね。そうですね。そうです、そうね、そういろいろ本当特色があって、うん、真中はそういうところをね、うん、こうやってくれてて、でそうあの去年も真中のアイデアでそのメッセージボード、うん、その出てくれたバンドに、うん、みんなが来た人たちがあのなんだろう感想をこう書き込んで、うん、それをバンドに渡すっていうのをやり始めてて、うん、また今年もそこを作ったりして、はい、それね、喜んで、そうね、だから、みずほは去年も出てて、はい、まあ、オニオンスライスっての、ね、バンド名なんだけど、去年も出て、うんうん、今年も出るんですけど、まあ、そういうのに、こう、届けるためのメッセージボードをね、作って、ということでございます。いいなぁ、それ。高校生ステージだけなんですかね。他のステージでもそれをやってくれたら大人のおじさんたちとかも喜ぶんじゃないでしょうか、ね、それはあの委員長に掛け合います。ああ、新田さんにですね。新田さんにこれそのまま聞いてもらいましょうかね。新、はい、田さんどうでしょうか。どうでしょうか、ね、どうでしょうか。毎日お待ちしております。まあね、ってことはもう高校生今回23バンドで大人が120バンドとかなので、ね、来年150バンド分のメッセージボードをね作んなきゃみたいな。大変だ。それは誰が作るんですか。フレッシュエンファクトリー。工場だ、もう工場だ。工場フレッシュじゃなくなっちゃう。干からびちゃう。うん、過酷な M ファクトリーになってしまう。ブラック企業になっちゃう。相当ね、うん、いやでもそれを引き継ぐのは、うん、もうこの子たち3年生なんで。あ、そうなんだ。今の1、2年生になっちゃうってことで、はいはい、引き継ぎもですね。そうですね。この熱意が、熱意が伝わればいいなと。それが私みたいにまた来る。うん、うん、うん。
残りますし、宮城には私も残りますね。宮城に残る予定の子たちはね、また、うん、どこかで、いいですね、こうやって強固になっていくといいですね。すごいですね、このあれが広がっていくと、なんか来年本当すごいことになりそうですね。新田さんどうしますか？いや、おいおい、こうやってそのどんどんあの OB、OG がね、うん、増えていったら、あのそのうちその、もっとあのなんだ、本なんだ、あの実際実行委員的な、うんうん、その他のそうです、ね、俺たちみたいなところに、そうそうそう、絡んでもらって、うん、そう、そうするとこのあのどんどん我々の仕事も減っていいぞっていう、そうですね、はい、そうですね、そう、やっぱお若、そしたらね、こういいよ、もうフレッシュになるね、どんどんね、いやいやいや、本当にあのそれに向けて、はい、とても素晴らしい、はい、もうチームでございますよ。ありがとうございます。本当にね、そうそう、あのこの間初めて僕もちょっとその会議に顔を出させてもらって、いやー、和気あいあいとしててよかったね、すごかった。うん、生意気に僕的には桜井ゼミが好きだったんだけど、あ、私も一歩入れましたあれ、まあ、ちょっとあの先生の名前を取って、あと、ね、大学っぽくゼミってつけたらなっていうことで、そう、あのフレッシュ M ファクトリーの対抗馬で、うんうん、あのそういうのがあったの、うん、あっさり落ちたけど。え、それ名前の候補、名前の候補にチーム桜井ゼミです。はい、あ、担当の先生の一人の名前を、うんうん、入れました、ね、あ、それじゃなくてフレッシュ M ファクトリーに選ばれしまって、ちょっとそこは心残りですね。心残りなんだ。心残りですね。発案者残りだ。あの私一票入れたんですよ、あの、あれ味噌だったんだよ、一票入れたんですけど、ちょっとあっさりもさって消す。ほら、もしかしたら今、もしかしたらじゃない、確実に今桜井先生聞いてますから。そうだね、あ、そうだ、まあでもね、大学のチームでそれ桜井ゼミ引き受けてやってもいいしね、うん、あ、桜井先生考えてみてください、ね、お願いします。聞いてる人に今日は訴えがすごいですね。すごいよね、うん、はい、とかなんとか言ってるうちにもうあんまり時間がないんですけれども、 まさかの、早い、あっという間なんですよ、ね、これが、はい、ちょっと一旦 CM を挟んで、ね、はい、おこうかなと思います。では一旦 CM です。シュメメさん、店長、店長、はい、これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。なんか CM 分けなんか楽しそうな音が響いてまいりましたけど、なんですかね、これ何をやってるのかな。この音は日本人ならみんな聞いたことあるじゃないですか。さあ皆さん何でしょうか。何の音ですか。けん玉の音です。けん玉の音です。これね、ラジオでけん玉、ラジオでけん玉、なんか面白いのやって、おっと、今これからね大技が決まるところです。おーおーおー、惜しい。おー、失敗しても成功したてる。素晴らしい。このうさみちゃんの、けん玉の実際に見たい方はパークフェスティバル来てもらえればですね。すごいめっちゃ斬新ですね、ラジオでけん玉やりたがってる、ね、やりたかった。無視してください。はい、どうぞ、はい、やっててください。喋ってください。どうぞどうぞ。はい、まあ、そんなわけで盛り上がってまいりましたけど、もうだんだん時間もなくなってまいりましてですね。はい、お。おお。無視して。皆さんが頑張ってるみたいな。おお。すごい。すげえ。一つ取れるんだ。何気にすげえ。おお。へえ。どうぞ喋ってください。
はい、遊んでてください。俺もマイク持ってないから放棄しちゃった。まあまあそんなわけですけどね、皆さんなんかあの喋り残したことありますか、はい、大丈夫ですか。え、改めて宣伝しておきますか。はい、改めて、うん、明日が前夜祭で、明後日が当日、はい、当日、はい、当日探してみてください、はい、あの高校生ステージ F1 と F2、はい、してみてください。はい、はい、そうだね、そうね、フレッシュなバンドが出るところを、ね、はい、素晴らしい環境でね装飾して、はい、うん、いい空気を作るっていうところだからね。そうですね、はい、はい、ね、ということで、はい、ぜひこの週末は楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、じゃあ姉さんいつものお願いします。はい、ちょっと待って、はい、俺このタイミングで、ね、突然行くからな、けん玉をね、うんうん、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウスコモレビ、桜ヶ丘ロータリー沿い、スープカレー桜、地下鉄高等大公園駅から徒歩3分、ロックオンミュージックスクール一番町教室もプレオープン中だよの提供でお送りしました。はい、えイエーイ。スープカレー食べたいな。食べたいですね。キムさんおごってください。おごってください。キムさんみんな連れて一緒に行きましょう。もちろん行きましょうね。これも電波乗っちゃったからね、20人ぐらい現地取れた、予約しますから、一杯のスープカレーを。ちょっと待ってください。ケチな。ケチさん。一個ずつですね。ということで、今日はそんな太っ腹な北さんと、はい、そしてフレッシュ M ファクトリーの皆様でした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。じゃあ、マッシュのパークフェスで。ま、待ってます。はい、ということでね、はい、ぜひ週末皆さん遊びに来ください。はい、それでは皆様良い週末を。お過ごしください。また来週。バイバイ。バイバイ。バイバイ。